せーの、タイニーラジー、タイニーラズイエーイ。どうも、ジライちゃんです。1857です。オキテッドです。はい、今日はタイニーランズをこの3人でやっていきたいと思います。はい、はい、これはどういうゲームなんですか？ 3D の間違い探しかな。なるほど。はい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 。間違い探し得意ですか、イチャシさん？任してください、得意です。本当かな。そりゃそうでしょ。間違いの方をね。間違いが得意ってこと。探すの、見つけるの得意です。じゃあ今日は、じゃあ地雷ちゃんが操作するんで、この3人で協力して間違い探しをしていきたいと思います。早速お願いします。はい、お願いします。ここかな。50個もあんの、すでに星がね。50個探すわけではないのかな。わけでもない。はい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 。ステージ星が5個みたいな。はい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 。じゃあ行きましょう、間違い探し。1の1やね。お、左右でね。あ、見つけちゃいました。お、どうぞ。どこです？ですか。鳥の羽です。はい。うわ、いっぱいいる。右下の鳥じゃない。右の鳥じゃない。そう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 。これか。これだ。右の鳥の羽ですね。じゃあクリックしてみます。はい。はい、あー、おー、はいはい。色も形も違ったんだね。俺ちょっと見つけたわ。まあ、言わんとくけど。なんでなんで？いや、言ってよ。なんでなんでなんで、どこどこどこ？え、ま、え、まだ、え？嘘でしょ。サクサク行こうよ。行く？うん。じゃあ真ん中の岩。これ？うん。おお、さすが、さすが。いや、じゃあ何？さすが。さすが。持ち上げられてんの俺これやばい。任してっていうほどはあるね。いやー、さすがやわ。おい、見つけた。嘘、どこ？早くない？ちょっと俺だけで、俺だけでやっちゃってる。いいよいいよ、ガン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 。どこどこどこ？左上の木。え？一緒じゃない？左上の木？木の角度が。どれ？倒れてる角度、倒れてる木、倒木？あ、違う、これ柱か、石の柱だ。鳥の下で左の。これか。そう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 。そう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 。すげえ。すごい。天才。え、プロ？やばい。え？ちょっと回す？大丈夫？うん、まずじっくりとね。さすがにもう見つかんないんじゃない？さすがにもう見つかんないかもわからんな。俺一人の力じゃ。そうだよね。え、見つけてたら教えてない？見つけたら教えるよ、もちろん。え、全然見つからん。もうちょっとズームしてみて。滝の下あたりズームしてみて。え、全然わからん。どれだろう？あ、どこだ？え、どこ？どこどこ、いやいや、え、ねえ、分かってるなら早く教えてよ。力が必要か。どこだ？その滝の下の。おお、どこ？滝の下？滝の下の花の色？花の花の色？花？何色？何色のやつ？睡蓮。滝の下の葉に乗ってる花、睡蓮の花。あ、この白のやつ？あ、そう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 。え、マジじゃん。え、ほんとだー。えぐー。たまたまズームして、ズームのおかげで気づいたわ。見つけちゃったな。奇跡やん。あっ、あった。え、早すぎるって。イチャシさん、まださっき見つけたばっかだって。どこどこどこ、その木が倒れたりしないよね。倒れたり。え、また立てかかってる。立てかかってる木と立てかかってる木、倒れてる木、これか。あ、ほんとだ。イチャシさん、すげえ。しゃあ。得意じゃん、マジで。あの三連のカヌーの一番左。早い早い早い。カヌー。カヌーか、これか。あ、早すぎるって。一応全然触発されちゃった。あと下 の水の中の魚の位置。水の中の。でかい。早い。これか。早い。え、今回カルテスさん覚醒するターンなん？もう見つからないんじゃないの？もう見つかんないな。でもここまでなのか？いや、さすがにもう見つかんないな。ここまでなんだ。ここまでなんだ。さすがに見つかんない。ちょっと市橋さんの力借りないと。市橋さんは？市橋さん見つけてよ、そろそろ。え、めちゃめちゃ探してるけどな。角度変えようかな。そうね。角度変えるとでも逆に見えなくなっちゃったりするもんもあるからね。確かにね。うん。いろんな角度から見ないと。確かに確かに。え、マジでなくない？え、ある？まだストックしてる？いや、え、ないよ。え、苦手な人いる？
いやいや、あ、え、色違う？いや、誰のこと言ってる？誰のこと言ってる？色違わないよね。これこれ、この花の色違うのかなと思ったけど、葉っぱの大きさ違うわな。ほんとだ。花の上の、ほんとだ、めっちゃ違うじゃん。え、水辺に集中してるのかな。いや、もう見つかんないかもな。草むらの中とか怪しいんじゃないの。草むら、あ、確かに草むらの中一個もないの。草の数とか違うんじゃないの。違うんじゃないの。もしかして樽の大きさとか違うんじゃないの。ほんとや。え、一回見たんだよな、ジラちゃん、これ。え、マジ。ラストは決めちゃってよ。え、ラストね、最後一個。ちなみに分かってる。いや、分かんない、分かんないから探そう。俺はガチで見つけてないよ。うん。俺はガチで見つけてない。あ、そうなんだ。いや、絶対見つけるけどね。じゃ、勝負しよう。勝負？勝負だね。ラスト1個、早いもん勝ち。はいはいはい。今まで1個も見つけてないのにって思った。なんで挑んできたの？わかる？わかんないな。ほんと？あ！え？お？カヌーね、カヌー。え？え？え？カヌーさっき違ったやん。もしかしてじゃない？もしかして立てかかってないんじゃない？カヌー何個あんの？3個4個これ4個目のカヌーあるよね。これが違う。あほっ。ほんとだ。盲点だった。苦手やね。苦手なんだろうね。いやもう魚魚魚魚魚あいやいやいや魚の色。いや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 1やめて、その見つけとくのやめて。あ、2位。ちょ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 、見つけとく。違うって。ここだよねって。ここだよねって。教えるの？ちなみに教えて、内緒にしないで。あ、まあやっぱ。うん。人よ？いる？人間？違うステージやってる。道具やね、道具。道具って、ヒントは道具。なんだ出題者になってるか急に。同じ立ち位置だったんだが。急に一歩上を行っちゃってるかもしれない。この剣のこと。ああ、まあまあまあ、そうね。ほうき。ああ、剣とほうきね。ああ、じゃあ剣とほうきということで。じゃああとはわかる。もう一個あるよ。嘘、どこ。教えて。切り株。切り株。ここ？上の。本当だー。言われるまで気づかんかった。最後一個ね。正直わかってる？最後の一個？うん。いや、わかんない。わかんない。やば。嘘。ジラちゃん気づいた今。やばとか。嘘。あ、俺も気づいた。嘘、気づいた？気づいた。どこ？でもカルテさん。確かに。俺わかんない。鳥じゃないよな。気づいた。気づいとるやん。さっきから気づいとるやん。じゃあ鳥ではないと思うけど。あ、鳥か。目悪い感じになっとるって。すげえ、なんか分かんないけど木箱の角度が違うね。ああ、ほんとだ。石の角度と石の角度、手前の兵士の下、これか。ほんとだ。得意じゃん。いや、わかんない。特にやつ持ってきた。右の垂れ幕かな。ほんとだー。やってた？間違い探し。ミッケ。いや、ミッケって知らん？ミッケ知らん。ゲーム？本？ミッケって本。ウォーリーを探せじゃないやつ？あ、そんな感じ。あ、そういうのが。そうなんや。じゃあ、ウォーリーを探せは、ちょっと好きやった。俺も。あれ、いいよね。そう、ずっとわからないんだよね、あれ。探せてないじゃん。めっちゃ難しいやつとかね。なんで伊達さんは上手なの、そんなに。いやー、それはもう、左右を同時に見る。石。右下の石。ハイブー。いや、当たりだよ。ハイブー。どれどこ？縦のところの、垂れ幕のちょうど裏らへんの、木の、根元に立てかかってて、そこの石。ほんと？マジ。いい、違う、今ちょうど隠れた、木に。嘘だよ。
いや、ほんとだよ。こっち？これ？それ。これか。あれ？これ、ボーンって言って嘘じゃん。あれ？あれ？嘘つき！で、角度が、で、角度で変わったって、さっきまで、マジだったって。え？嘘？間違えちゃった。大丈夫、間違えることはあるから、一橋さん。間違えちゃった。あと2個、わかるかな？一橋さんに。じゃあみんなで勝負だね。あ、優勝者に何かあるんですか、これ。優勝者には間違い探しを贈呈されるの。馬車に積んである瓶の色。おお、ナイス、ナイス。あと1個ね。あと1個マジでわからんよ。向かって右側の兵士が怪しいな、うん、いやずっと見てたよ。ずっと見てた。よーくズームしてね。向かって右側の兵士が怪しいな。これ本当に怪しい？ぐるーぐるーってぐるーってしてみて。嘘。いいね、この夜の虫のホタルみたいな。ね。おー！おわー！マジ？おわー！マジ？すごー！気づくね。いや気づいちゃうよ。あれ？さすがに雲の位置。負けない負けない。木の雲の位置。あー、ほんとだ。一個はパッと見つかるんだよな。ないな。なんでない？ない判断早ない。この角度もないな。あ、待って、見つけた。嘘。あ、この落ち葉の色。え、何見つけた？あ、ほんまや。俺木の方。おうおう、倒木。倒木？うん。あ、倒木これ。そうそう、角度違う。角度も違う。ほんとだ。ないな。すごい、鳥の大きさ。お、卵か。ほんとだ、卵。ほんまや、別の鳥の卵じゃん。盗んできちゃってるね。ねえ、騙されて。そういう鳥いたよね、なんかね。盗んできちゃうやつ。最後見つけたよ。嘘、どこ？蝶々、木に止まってるトンボかもしれん。トンボ？いや、妖精かな、あれは。妖精？青い妖精が。これか。そう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 。え、ほんとだ。サクサクじゃない？ね。全部クリアしちゃうんじゃない？縦と旗。縦。ほんとだ、縦と？これ？旗？これ？うん、え、何が違うの？あ、作ってる場所か。あと壺ね、あと壺。壺？これ？これだ。ほんとだ。あの、長の、長っていうか、色のとこ、右ね。井戸の真ん中の壺、壺なの？壺、壺やね。あ、ほんとだ、大きいのとちっちゃいのがね。あと1個だよ、もう。めっちゃ早いよ。最後は地雷ちゃんじゃない？え？ちょっと5分ぐらいもらっていいじゃん。全然、いいよ。今日中に終わってくれればいい。優しいか。家の裏とか、怪しいんじゃない？家の裏？見えてないとき。絶対適当言ってる。荷車。荷車。馬綺麗だな。ってこと？絶対嘘、絶対嘘、絶対嘘。馬ってこと？絶対嘘。何か違う？筋肉の太さ？左の方がついてる。あ、これ、あ、分かって、これ水の馬の長さだ。嘘。嘘。一緒やん。一緒やん。いや、馬は綺麗だなって。あ、おお、本当だ。馬綺麗だ。うわ、そういうこと。そういうこと、馬ばっか見てた。このこれか、ちょっとよく見えないけど。やられたわ。馬だけを見ちゃった。馬だけに？どういうことよ。馬だけには何もかかってないよ。負けてらんないよ。ちょ、向きになってきちゃう。ここが勝負。ここが勝負。もう。トーテンポールの羽の位置。羽の位置。これか。ほんとや。いや、でもそれよりもトーテムポールってよく出てきたね。これ見てトーテンポールしか逆に出てこなかったの。久しぶりに聞いた気がする、トーテンポール。久しぶりに聞いた。なんかパッと出てくる語彙、語力がすごいね。あれ？難しいよ。ちょっと遠いかな？トーテムポールの根元。トーテルポールの根元？トーテムポール。トーテム、言えてない。ほんとだ、色違った。あ、なんかここ違うよ。ん？この位置。え？人の位置。手前の
テントと2個の間にいる人の位置、こっちだ。そう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 、ほんとやー、ちなみさん見つけたやつはこれ、これこの、あ、大きさ、トーテム、おお、おお、なんか大きさがちょっと違う。俺思ってたの違ったんだけど、真ん中のさ、ちょっとちょっとズームしてみて、もう一回ズームしてみて、そこ今見つけたところ、あ、本当だ。あれ、あれ、こっちのこと言ったのかと思ったら、そっちのこと言ってんのかと思った。本当だ、ここ違う。目線が全然いってなかった。鹿の王がおる。鹿の左の鼻。うわ、鹿、ちっちゃさと。大きさと。ちっちゃさと大きさとね、切なさと。ほんほんほん、心強さとね。左上のハスの歯が今見つけた花からちょうど下の部分、うん、下、真下、あ、ここそれ、ほんとだ、ずれてる、うん、よくそんな奥見えるね。あ、キノコ生えてる、どこ、それは普通じゃないの、白いキノコ、白いキノコ、あ、これ、うん、隠れてた、場所が違うんだ、違う、あとは任したわ。いや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 、仕事終わったみたいな。ジェイさんいないと無理だよ。俺の力必要か。その蝶々止まってるハスの下のキノコの色、2個並んでるキノコの右側。おお、赤と緑ってこと？そう。すげー。プラス1ね。これ見つけた人が優勝ってこと？そうね。間違い探し王の栄光を。栄光？ね、いいよ、一橋さんに譲るよ。得意だって言ってたし。真下の蝶々、真下の蝶々。譲らないんかい。行きたいよ。え、一番、いや、ちょっと待って、俺よく分かってないでさ。え？やってるけど。え？同時で、せーの、タイニーレンズっていうの？いや、もう、なし、せーの。せーの、なし、なし。いくよ。いくよ。何てよ、そのファーストテイクの岡崎タイプ。で、それ、マジで。